はい、今回はですね、ちょっと間が空いちゃいましたが、 XBOX のガンコンですね、3つある中の今回は2番目、無線タイプを試してみたいと思います。無線なんですね。ついにね、ケーブルから解放されました。電池必要なんで、電池はですねここに入ってます。無線なんでね、当然バッテリーが必要になりますが、ここにね電池2本ですね、単三電池2本をここに入れて、あとはカチャッと、まあこれだけです。で電源はここですね、ポチッと。まあちょっとね、いろんな機能があるっぽいんですよ。バースト、オートなどなど書いてありますね。ちょっと赤くて見えませんね。あとはスタートボタン、 A ボタンで、結構ねボタンついてるんですね。バックボタンとかもあるんですが、対応してるソフトがね、ハウスオブザデッド3なのかな、そのぐらいしかありませんので、基本的にこれ押してるだけです。あとはスタートボタンでリスタートしたりとか、そのぐらいしか使いませんので、ちょっともったいないなといった気はしますね。で電池を入れることによって結構ね重量感は増しました。そして何よりもこうコードがないので非常に自由ですね。今までちょっとこう構えても、このケーブルがねちょっと干渉したりとかしたんですが、今回はそういったものがありません。こちらがレシーバーになります。ちょっとここがパカッと開きますけどね、なんか意味があるんでしょうか。でこのチャンネルをねこちらの銃と合わせておかないと反応しなくなってしまいます。なので2チャンネルありますんでね、2本同時に使うことができるんじゃないかなと思います。2人プレイが可能なんでしょう。ではね、早速ハウスオブザデッド再びやってみたいと思います。無線なんでね、どういったちょっとね影響が出るかも確認してみたいと思います。テレビの前にやってきましたよ。で今回はね無線なんで、このような受光部っていうんでしょうかね、レシーバーが必要です。ワンコンのところに挿してみて、とりあえず今回はチャンネルの位置に合わせます。電源をオン。今回は一発でね起動しましたね。さあ今回はですね、やはり無線なんですね。なので非常にこう、なんでしょう、自由度があります。まあ、本来銃とはこういったものなんですが、ケーブルがありませんのでね、非常に扱いやすいです。グリップのところにね電池が入ってますんで、結構なんでしょう、適度な重さがあっていいですね。さあ問題はですね、無線になったことによる遅延でしょうかね、どうでしょうか。特にね問題なく動いてる感じはしましたが、これからいよいよねガンシューティングの部分に入ります。さあ入りました。そうですね、すごい、あ、ちょっとね、なんだろうちょっと前の有線タイプよりは少しちょっと違和感があるな。なんだろうなんだろう、照準がね微妙にずれてる気がするぞ。先ほどね調整はしたんですけど、どうだ、まだ慣れてないだけか。倒せてはいるんですが、やけにこっちに接近されたり、弾数が多い気がします。来た。ああかなりね接近される感じがするな。さあどうする。このタイミングで来客かよ、なんてやってるうちにやられてしまいましたよ、来客やっぱりね敵が接近されてる気がする、敵に接近されてる気がする。あと弾をね多く撃ってるね、その分やばいなっていう不安からかまあ極端に、ああ来た来た来た、極端にね悪いわけじゃないです。おっ、さあこれはねいつも通りですね。近いとね特にズレを感じないんですけど、遠くにいるやつを狙撃するときに若干ズレてるような気がしなくもない。このぐらいの距離はいいんですよね。
この辺は一直線に並んでるからそんなに難しくない。ただまあ精度はそんなに悪くないですね。はい、こんな感じでベシベシいけちゃいます。確かここでムービーだな。おお、さあこれ違うんだな。次戦うやつだ。今チャプターゼロだからね。こっからだ。チャプター1、水槽ってのかな。2週間後。It's been 2 weeks since we lost contact with Rogan. We can't wait any longer. You ready, Lisa? 父と娘のコンビ。すごいですね。いやー、こんなとこ行きたくないわ。うん、このようにちゃんと反応してますね。今度パーキングにしてみようかな。さあ、来い。うようよ、いるぞ。もうちょっとやっぱ接近されるな。前の時より接近される気がする。うわ、ここか。うん。いけますね。そんなに悪くはないな。おっと、これか。いや、痛快ですね。あ、来た。こいついたな。勝てんだ。よし。いたいた。なんか打ってくるやつだ。投げてくるやつ。あれ？こっちか。やばい。危ねえ。体力あるからな、こういう太いやつ。そこそこあいつか。あ、これか。あれ、おかしい。ちょっとずれてる。前はね、救出できたんですよ。お、ダックハント、ダックハントだ。えい、一発。あれ、逃がしただ。照準がずれてる。よし、ちょっと無駄な弾を使ってしまった気がする。さあ、なんかやばいやつだろ。来た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 。果てというか頭狙うやつだよね。頭、そう、ウィークポイント、ヘッド。よし、頭当たったんで少し退いたぞ。こいつか。あーっと、こいつか。頭、微妙に当たんねえ、頭に。ああ、来たー、あいつやばい。投げてきたー、パシュー。頭が出ない。よし、危ねえ危ねえ。あいつまだいるぞ。おお、降りてきた。よし、下か。おお、この時いる。倒したか。よし、おお、びっくりした。おお、なんだ。あ、突進かい。まったく、もういたいた。わらわらいるな。まあ、あんまり頭使わないんで楽ですね。強いて言えば、あれのとこいた。やばい。強いて言えば、やはり腕が疲れる。おお、やばいやばい。頭。なかなか頭狙えないな。またかい。また来た。しつこい。あら。今回結構食らっちゃうな、やっぱ。的確に頭を狙えてないのかな。さあ、ムービー。どうだ。今回は B か。今回も B ですね。でもね、おそらく弾数が多いと思うんだよな。無駄に打ってる気がする。無駄にね、パキュンパキュン打っちゃってる。いや、でもね、いいですね。テーブルがないのはね、一つアドバンテージだと思います。パパはいつもこんな危険なことを？
そうだよだ。危険すぎだろ。うん、おお、ちょっとねステージをね進めてます。あれからちょっと進めちゃったんでお、また鳥だ。ダックハント。若干ね遠くにいてちっちゃいやつはね照準が狂ってるのか自分の腕がまだ未熟なのか。おお、びっくりしたちょっとね遠いものはね狙いにくいね。ただ思ったよりもね普通に使えますね。また来たよこれこいつやば。ああ死んでもうた。腕が痛い10分ぐらい人差し指押しまくってると痛い。ということでね思ったよりもね無線ですが使うことができました。若干こう遅いのかなんだろう照準が狂ってるのか弾数がねおそらく多いと思います。思わずね2回敵1体に対して撃ってますんでねその辺がちょっと気になりましたけども非常にワイヤレスは快適。ではまた。